ヒンツァート強制収容所の監視たちヒンツァート、新衛隊特別収容所、もしくはヒンツァート強制収容所は、ドイツのプロイセン州ラインラントにあった、ナチス強制収容所。ルクセンブルクとの国境から30キロのところにあった。1939年から1945年に、かけて13歳から80歳までの総計13,600人の、 政治犯を収容した。囚人の多くはここから大強制収容所へと移送されている。収容所のよりのヒンツアートペラート村フンスリュック、山脈を見下ろすホッフワルト高地に存在した。収容所の名前は一番近い村ヒンツアートペラートにちなんで名付けられた。収容所のある高地は550メートルの高度であり、冬には高い湿度、風、 強い降水量、霧、低気温に襲われる。収容所は工事のための材木となる、信用樹林によって囲まれていた。収容所の入り口から周りに、囚人の墓地がある道を通じて進んでいくと、新衛隊隊員によって、厳重に警備された区画があった。この区画には7軒の小屋が建てられており、収容所所長や、監守の新衛隊員の駐屯所車庫、 労働所二軒の新鋭隊員の宿所などがあった。またこの区画は花のアレンジメントで飾り付けをされていた。囚人は、こことは別の約200メートル200メートルの区画に収容されていた。この区画は見張り、塔がある高さ3メートルの有刺鉄線フェンスによって囲まれていた。 また囚人区画には収容所所長宅、衣服製造作業場、大工作業場、隔離場、死体置き場、消毒場、囚人の所有物を没収する預かり所が存在していた。囚人は4軒の小屋に住まわされた。各小屋は2つの部屋があり、1つの部屋につき26個の2段ベッドが存在した。1つの小屋につき208人を、 理論上の収容数としていた。後に、藁布団が増やされて、理論収容数560人に増やされた。一定の部屋は特定のカテゴリーに分離される、囚人用であった。収容所の中には3つのビルが建っており、その中には、したポチ法事務所、管理所、調理場などがあった。別の区画には、天子広場が存在したが、後に、 親衛隊がその周りに野菜農園を作った際に天子広場の規模が小さくなった。天子広場の中央には拡声器のついた柱が立っていた。囚人にはしばしばこの柱に向かって数時間立ち続けるという罰が与えられていた。天子広場は午前4時30分からの囚人の運動のための場所としても使用され、この際にはドラムの音が流れていた。 ヒンタート強制収容所はもともと1938年初めにジークフリート船建設の作業に従事する労働者の家を接収して創設された。しかしこの家が1939年8月16日に全焼し、1939年10月に警察交流収容所及び国家労働法師団の最教育収容所として再建された。 14日未満の懲役など軽い刑罰を受けた、囚人やナチス政権より、反社会的とされた労働者を収容した。これらの労働者たちは、ブレーメンのゲシュタポによって逮捕された人々だった。囚人は、ジークフリート先建設作業のみならず、マインハイムやマインツにおける、空軍基地の創設など軍事インフラ設置の作業によく、借り出された。 1940年7月1日に、新英隊の強制収容所総監の監督のもとに置かれる強制収容所となった。1940年に、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フランスといった国々をドイツが占領した後、これらの国々から保護した、ドイツ化する必要のある政治犯が移送されてくるようになった。 1942年2月に、新英体経済管理本部が設置され、強制収容所総監が監督していた、強制収容所はすべて同本部の所管となる。ヒンツアートも、経済管理本部の管轄下の強制収容所の一つに移行した。そしてヒンツアートは、ルクセンブルクとトリリアに駐留するゲシタポのための収容所と化していった。 夜と霧の法令で捕まった囚人が到着するまで、ヒンツアートは、他の強制収容所と同様に運営されていた。すなわち収容所司令部、政治局、交流と安全保障収容所、医師団、警備隊などの機構が存在していた。夜と霧の囚人たちが到着した後は、政治局と、交流と安全保障収容所が閉鎖された。ヒンツアートは、独立した。 収容所であったが、1944年11月21日に、ブーヘンバルと強制収容所に付属した、収容所となった。1945年2月22日の空襲で、収容所は大部分が破壊された。この後も1945年3月3日まで、ヒンツートの運営は続けられ、空襲に生き残っていた囚人たちはヘッセンまで、 死の更新をさせられた。またブーヘンバルと強制収容所へ移送された者もいる。1939年10月9日から新衛隊大佐ヘルマンピスターが収容所の司令官となった。彼は1941年12月にブーヘンバルと強制収容所の司令官になるまで在職した。ピスターに代わってヒンツアートの司令官には 新英隊隊イエゴン・ツイルが就任した。ツイルは、以前に、ダッハウ強制収容所、ブーヘンバルト強制収容所、ラーフェンスブリュック強制収容所で勤務していた。彼は1942年4月に、ナッツ・バイラー強制収容所の副司令官となる。その代わりに司令官となったのが新英隊隊、パウルス・スポレンベルクであった。彼が、 ヒンツアート強制収容所の最後の所長となった。総計13,600人の囚人がヒンツアート強制収容所を通過していった。最初の囚人は反社会的と認定されて逮捕され、ジークフリーと専権設作業に動員されていたドイツ人労働者たちであった。その後、占領下の国々から連れてきた囚人たちが加わった。 1941年初め、ヒンツァートにいた囚人の大多数は、ルクセンブルク人とフランス人の政治犯だった。それ以外に多かったのは、ソ連人とポーランド人だった。夜と霧の法令で捕まった囚人は1941年12月7日からより、大きな収容所へ移送され、彼らは、やがてそこで、姿を消した。 ヒンツアートには23の労働分隊が存在し、囚人たちは周辺地域の労働に動員された。囚人たちは主に空軍基地のメンテナンス作業や泥水の排水作業、林業などに動員されていた。夜と霧の囚人たちもその内情を隠蔽するために労働分隊に所属させられていた。囚人のクラス小屋は560人が理論的な収容能力だったが、 実際には800人ほどが詰め込まれていた。時には1600人に達した時もあった。ヒンツアートの囚人たちは非常に粗悪な環境の下で暮らさねばならなかった。恐怖支配を維持するために拷問と公開処刑は公然と行われた。もっともヒンツアートの囚人の大多数は他の大収容所へ移送されるか、あるいは彼らの解放まで投獄し続けるかされている。 ヒンツアートで殺された正確な数は不明である。ヒンツアートには1600人から1800人のルクセンブルク人が送られてきていたが、ルクセンブルクのレジスタンス国家審議会によると少なくとも321人がヒンツアートで殺害され、そのうちルクセンブルク人は82人はいたという。フランスの流刑記念財団によると約1500人のフランス人が 夜と霧で、ヒンツアートに送られ、そのうちフランスに生きて帰ってきたのは390人だけであり、最低でも804人は殺されたとしている。ヒンツアート強制収容所後に残る EN、ルシアン・ワーカリアー作のブロンズの記念碑現在、ヒンツアートには、ルクセンブルク人の彫刻家 EN、ルシアン・ワーカリアーによる、殺された囚人に敬意を表するためのブロンズの、 記念碑が存在する。2005年12月10日に記念館も開設された。収容所の遺物、写真などの展示が行われている。ABCDEP ターディ・ハッサル、レ・キャンプ・デ・コンセントレーションでハインツェルト。B&S ・エディションズ、2009年4月7日閲覧。ABC、メモワール・ビバント・ N46、ドシエ・ハインツェルト。フォンダシオンポアーラメ。 モアレデラデポルテーション。2009年4月9日閲覧。ナイトフォグプリズナーズはロストインザナイトフォグ、オアザ・アンノーン・プリズナーズ。ジャージー・ヘリテッジ。2009年4月15日閲覧。ハインツェルト、リペートリメントデモールルクサンバージャス EN1946。センターナショナルでエルオーディオビジュアル。2007年4月7日。 辞典のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月25日閲覧。AB、ヨーロピアンキリングアトロシティセンターズ、ハインツェルト。ザショアエデュケーションプロジェクト。2009年4月7日、閲覧。ハインツェルト。センターリージョナルレジスタンスイリベルテ。2007年7月4日。辞典のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月24日閲覧。 AB エ b ビー・ウェルター、ベアーテ、ブレターズン・ラント、ザ、メモリアル・サイト・オブ・ザ・エス・エス・スペシャル・キャンプ、コンセントレーション・キャンプ・ハイン・セルト、フェデラル・ステート・セントラル・オーソリティ・フォー・ポリティカル。 エデュケーションライノランドパラチネート、http コロンスラッシュスラッシュ w w w p o l i t i s c h b i l d u n g r l p d e スラッシュ fileadmin スラッシュダウンロードスラッシュ hinzert-e.pdf ありがとうございます。